本日はボートレース大村にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから日刊コム杯優勝者表彰式を開催いたします。それでは優勝されました鳥海誠選手の登場です。皆様拍手を持ってお迎えください。鳥海選手おめでとうございます。それでは早速表彰に移りたいと思います。表彰者は株式会社日刊スポーツ新聞社メディア戦略本部本部長南沢哲也様でございます。優勝しました鳥海選手には賞状とトロフィー、優勝旗、そして副賞が贈られます。まずは賞状の授与です。優勝鳥海誠殿、あなたはボートレース大村日刊コム杯において当初の成績を収めたので、ここにその栄誉をたたえ表彰いたします。平成30年1月31日日刊スポーツ新聞社メディア戦略本部本部長南沢哲也、おめでとうございます。続きましてトロフィーの授与です。優勝旗の授与です。そして副賞が贈られます。南沢様ありがとうございました。続きまして大村市協定企業局から副賞が授与されます。プレゼンターは大村市協定企業局次長の馬場博之でございます。副賞は大村市協定企業局長賞として大村市の特産品和牛詰め合わせセットを贈呈いたします。馬場次長ありがとうございました。それでは鳥海選手には優勝旗をお持ちいただいて記念撮影に移りたいと思いますので、ぜひ喜びの表情をカメラにお収めいただければと思います。鳥海選手今回の優勝で通算42回目の優勝となりました。今年は初優勝ということなんですけれども、2017年6月多摩川以来約8ヶ月ぶりの優勝となります。大村では4回目の優勝となりました。今節は優勝戦を含め7戦6勝というも圧巻の走りで優勝をものにしました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。続きましてボートレース大村フロアアテンダントより花束の贈呈です。それでは早速鳥海選手に喜びの声を聞いていきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ち早速お聞かせください。ほっとしました、はいはい。それでは早速優勝戦を振り返っていきたいと思うんですが、レース前、少し乗りづらさもあってスタートの見え方も早いということがあったんですけれども、優勝戦、コンマ09のスタートでした。これはご自身の感触というのはどうでしょうか。もうちょっと遅いと思ったんですけど、どうですかね、出肌が、はい、届きませんって言うんで思い切っていきました。はい、思ったより届いてたというところでしょうか。まあ、そうですね、もう2番、はい、3番もいたんで、はい。そしてそのスリット台形なんですが、3番の岸選手がちょっと覗く感じだったんですけども、そこからちょっとやはりスリット足で、そうですね、岸さんとかよりは、まあ、余裕はありましたね。はい、伸び返して1マークはもう先前からもう逃走劇ということだったんですが、まあ、優勝戦の足改めて振り返ってどうでしたか。まあ、自信はあったんですけどね、スタート展示の時に、あ、小林君はちょっとやばいなとは思いました。やはり5号艇68号艇、中がへこんだら、まあ、1対1でしのぐしかないなとは思ってました。はい、今節は21号機を相棒にというレースだったんですけども、前傾からこう感触というのはいかがだったんでしょうか。前傾はそんなに、まあ合格点かなという感じだったんですけど、もうプロペラを大幅に叩き替えたらえぐい足になりました。はい、もう大村のエース機と言われる68号機にも負けないくらいの、まあ、ごつと思って今もらってもいいと思います。はい、大村はそして今回4回目の優勝となったんですけども、改めてこう水面相性というのはどのようにお感じですか。ものすごくいいですね、大村は。はい、さあまた来ていただいた時はぜひ活躍を。そうですね、はい、はい。そして、もう1月も終わろうとしているんですが、今年の目標というか、まあ、
どういった1年にしたいなというのはありますか？いや、目標というか、とりあえずプロペラの形とか頭の中にしっかりインプットして、次のレースの前言日に、イメージ通りに叩けたらというふうには、とにかく一つ一つです。はい、はい、このリズムをですね、ぜひ次節にもつなげていってもらいたいと思うんですが、鳥海選手、次節はですね、2月4日からの宮島の一般戦、そしてその次には地区戦も控えています。はい、それでは最後に集まったお客様へですね、次節以降の意気込みを含めもう一言お願いいただけますでしょうか。はい、久しぶりに九州で優勝したんで、これから一層一層、地元含めて優勝を狙っていきたいと思います。一つ一つ1000円、5000円お願いします。おめでとうございました。それではですね、鳥海選手にもう少しお付き合いいただいてですね、お楽しみ抽選会に移りたいと思います。カードをですね、5枚引いていただいて、当選番号を後ほど発表したいと思います。当選者にはボートレース大村のオリジナルグッズをプレゼントいたします。はい、お預かりします。ありがとうございます。それでは今一度ステージ中央の鳥海誠選手に注目していただければと思います。これをもちまして鳥海選手退場となります。盛大な拍手を持ってお送りください。鳥海選手おめでとうございました。ありがとうございます。